テルさんとかタクロさんとか、うん、ジロさんとかはなんかこう結構こうキャンプのこととかその料理のこととか、はいはいはい、結構なんかいろんな話を したことその打ち上げの場であるんですけど、料理の話とかするんだ。そテルさんのなんか あの料理食べさせてもらったりとかなんか、意外久しさんだけ一回もそのちょっとなんか得体知れないでしょ。いやそうなんです、ちょっとあのこの生き物は何なんだみたいな。いやあの久しさん その打ち上げ結構皆さん、はい、バラなんか各メンバーいろんなそれぞれ飲んでるじゃないですか、いろんな場所で系統があるもんね、なんかね。そうなんです、なんか久しさんのブロックだけすごいストイックゾーンというかなんかその最近良かったギタリストじゃあ10個上げていこうぜみたいななんかそういう会話をされてるんじゃない、もう僕らあくまでのイメージなんですけ ど、ね、なんかそういうイメージでちょっとなんか今まで、うん、確かにマニアックなあの区画ではありましたけど、ね、そうなんですよ、はい、お話なかなか行けなかったんで今日非常にあの楽しみにしております。こちらこそです、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ここはねリラックスする場所いやなんなら酒も頼んでいいよ本当にもう